試合スタート。一攫千金ヌルヌルトレジャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。ヌルヌルの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと狩野英孝をしていきました。斉藤もしていた、また小峠もしました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤がついています。斉藤をしていった。さあ3人が並んで、小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よく理由がわからないが、ガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、一緒に上がっている。何が待っている。肩を
組む？いや、ここでトップで争う、頂上で争う、ここまで来た、最後を見て狩野英孝が一人で登っていく。なぜか狩野英孝が全員を抜いたトップに立つ。その後ろ小峠が行く。狩野英孝中央まで来ました。すでに戦いは5分を経過しております。狩野英孝と一番下まで落ちたはずの小峠、また2位まで上がってきた。小峠と狩野英孝、この2人の激しい戦い。さあ中央突破している狩野英孝か小峠か、スピードが上がってきた。先ほどは頂上で大悟と小峠の戦いがあった。小峠、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 最後の最後、全員落下、全員落下。これが生放送です。6分が経過しております。小峠がやはり速い。小峠ローション慣れしてきている、ぬるぬる慣れしている。上がるのが非常に速いが、あのウェイクを通していった。ここで大悟がテントに立った。なかなか上がれていなかった。斉藤も上がってきた。さあ上がってきたぞ。また大悟は休憩を挟んでいる。休憩を出て斉藤も落ちていった。中央突破の小峠を追いかける。小峠、あーっと膝から落ちていった。体力も消耗してくる。間もなく7分に差し掛かる。この激しいぐるぐるの戦い、現在トップは黄色の大悟、36歳。高校時代まで野球をやっていた。その足腰で強靭に登っていく。男性陣の芸人、芸能人の皆さん、本当に時間がまずくなってきたそうです。本当に時間、放送時間がまずくなってきたそうです。頑張ってください。大悟か、カノか、大悟か、カノか。さあ、さあ、この戦いはトップだ。頂上で大悟が一緒に落ちていった。田中がトップ。田中が鍵のように両手両足を使って、田中の長い手足、まさにこれが針のモノマネを今までずっとやってきた。今日の日のために、ぬるぬるのために、田中は針のモノマネをやってきたと、そう感じさせる。カニ田中、カニ田中行け。カニ田中がゆっくりと手足を伸ばし、頂上にたどりついてはない。たどり着かなかった。戦いは8分を経過しております。残り6分取って、放送時間がまずいです。皆さん本当に放送時間がまずいです。頑張ってください。頑張ってくださいとしか言えませんが、本当に頑張ってください。緑の狩野英孝がリードを奪う。狩野英孝がリードを奪っていく。狩野英孝、さあまさにこのトレジャーハンターで狩野英孝が栄光をつかもうとしている。10万円をつかもうとしている緑の狩野英孝。狩野英孝10万円。この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。